こっから右折はすごく出にくいので、信号のある交差点から行くか、いや、あっちから行くよ。まあ、この辺りはね、言うて配達で何せかかってましたんで、よいしょ。道は、まあまあ詳しいんですよ。で、ここだって、ここで行くか。遠回りに抜けてからなんで、そう、品川ね、まあ、土地元も土地元ですし、配達でね、何して、加ってたし、学校もね、ギリギリ品川地区ですからね、あそこは。高校もね、そうですね。ということで、全然鳴らしてほしいんだみたいなんでね、逆に言うと事故が多いのもよく知ってるんでね、怖いの怖いですよね。見やすそうで見にくいですからね、この辺り。で、海軍道路まで出ちゃいましょうかね。そう、今回ね、その、伊勢湾の企画はね、本当ならね、まあ別に、まあどっちかっていうと、取りだめしてあるのがすごく溜まってるんで、それを出さないといけないし、部屋でね、部屋取りのやつも大量に溜まってるんでね、そっちもね、処理していきたいところなんですけど、いかんせんね、ちょっと、気になるというかね、ちょっと情報をね、もらったんで、それもあってね、ちょっと、滝の方にね、行きたい用事があるんですよ。大正時代に建てられた建物にもうすぐ取り返しすることが決まりましたよっていう情報が入ったんで、そこはね、カメラ収めておきたいなっていうのがあるんで、まあそれに合わせてね、その伊勢湾一周旅行みたいなね、やつをね、企画を、立ち上げたんですよね。まあ多分予算して8000円でできるんで、全然お手軽企画ではあるんですけど、ただいかんせん、やっとの休みのところがね、思いっきし台風ですもんね、14号、15号とね、レンチャーで来ちゃってるよっていうね、感じのところになってますんでね、なかなかね、タイミングが難しいなっていうところですね。まあ、サネキって言っても、うちらのところはね、いわゆるトヨタカレンダーなんで、全く関係ないんですけど、普通の土日休みなんですけどね、でも、こんだけ天気良かったらね、いい時良かったなっていうのもあったんですけど、まあね、海の具合は分かりませんからね。まあ、ちょっと取りだめが増えるしね、っていうところでね、どうしてこうかなっていうところなんですけど、とはいえ、編集する時間がね、の確保がまだ難しくなっとるんでね、さあ、どうやってこうかなっていうところをね、考えながら、他にもいろいろと用事がね、結構バカバカ入ってるもんでね、なかなか、スケジューリングが大変だなっていうところではあるんですけどね。で、本当は今日はね、別にこの企画取らずにね、もう一日家でね、収録、編集やろうかなと思ってたんですけど、天気がいいしね、こんな秋晴れのね、ちょうど台風が、過ぎた、後ですかね、この辺りは、秋晴れの本当に雲一つない、状態ですからね、これで出かけないってのはダメだろうということでね、とりあえずお手軽企画をねということで、まあ、とはいえ、仕事で使いとってね、昼の3時まで寝とったんで、結構遅い時間からのスタートではあるんですけど、もう今4時ですからね。しかしここは相変わらず混みますね。あれ、2019年でしたっけ、に撮った動画でね、一回検証したことありましたけどね、歩いた方が早かったっていうね、それぐらいここはずっと混むんですよ。もうとにかく信号の、噛み合わせが最悪の最悪なんですよね、ここは。一回の信号で、本当に数台しか来ないんで、
それに対して何十台も車が来るんで、もう常に渋滞するっていうね。しかし今回エビに今明太子も食べたんで、まあまあプリン体は食べてきますよね、今回の企画。そう、おかげさまで私はまだ痛風来てないですからね。あ、もうそういう年なんですよ、周りはね。痛風がーとかってね、言い出す、年になるんですけどね。今のところ全く症状なしですね。多分なんですけど、私、ビール飲まないっていうのが大きいと思いますよね。ビール飲まないし、そのエビも、嫌いじゃない、好きですよ。明太子とかも、美味しいよね、あったら食べるんですけど、あんまりわざわざ選ばないんですよね。うん。で、マヨネーズもさっき言ったように、自分で作ったりするときには絶対入れないでしょ。うん。っていうことなんで、比較的そのプリン体を取らない方なのかなとは思いますね、食生活が。うん。健康的な食生活ではないのは間違いないんですけど、うん。あ、今ので1回分ですからね。本当に歩いた方がいいです、ここは。なんであの時ここの辺り歩いたんだ。あ、そうだ、あれだ、いきなりステーキとができて、やっぱりステーキがね、そう、いきなりステーキが先にあって、その後にやっぱりステーキがすぐ近くにできた。しかもホットペッパーもね、ホットペッパー、なんだったっけ、ペッパーランチか、もうその同じテナント内に入ってるっていうようなカオスな状況になったんでね、これは、どこが生き残るんだみたいなね、やっとやったんですけど、で、その時にね、うちのところはね、見事勝てましたよね。これやっぱりステーキの一人勝ちになるやろうと。うん。もう多分いきなりステーキは無理だろうというね、ちょっと厳しい予想を立ててましたけど、まあ、ものの見事にその通りになりましたよね。うん。さあ、やった、裏。2台。赤になった。あ、これの繰り返しです。正確に言うと、もっと前から青になるんですけど、その前に、まあ、四日市市民の人ならすぐピンとくるます。海軍道路っていうね、泊まりのところの道を今、海の方に向かってるんですけど、昔海軍の燃料所があった名残ですね。その流れで、そこに、運搬する道路だったんで、海軍道路って名前になってるんですけどね。海の軍の海軍ですよ。で、今青になったんですよ。で、青になったんですけど、これで、さあ、あ、今日はちょっと進める。よし。また右折車がいる。そうそうそう、左右に逃げる車がいると進めるんでね。よし。そう、今のところがその手前の、国道1号線の手前に旧東海道の、ね、交差点があって、その旧東海道の交差点とすぐ真横にこの国道1号線の交差点があって、ここがすごく近いんですよ。そのいきなり世紀の、動画を見てもらったら、実際に歩いてるんで、ここ横をね、この横のところです、歩いてるんで、どれぐらい近いか、すぐ把握できるかなと思いますけど。で、今そのいきなりステーキだったところがドミノピザに変わってるよっていう感じなんですけどね。うん、まあ、ドミノだったらいいですよね。ここも駐車がね、クソしにくいですけど、デリバリーがね、メインになるんで、そういう店舗だったらまだいいですよね。うん、で、ここがね、要は、ここは国道1号線なんで、ここの信号がずっと赤で止まっちゃうんですよ。で、隣の信号は、やや、長めに取ってあるんですけど、どうせここで止まってあるわけなんです。で、止まってる間に、この、旧東海道からここに入ってくる車がめちゃくちゃ多いんですよ。ここが一番、その間が詰まってるんでね。なので、結局、こっちが赤の間に、それでガチガチに詰まってしまう。で、次、青になって、もう結局詰まってるから進めない。やっと青になったら、進めるんだけど、その瞬間に赤になるんで、本当に、めちゃくちゃ、今、ものの200メートル進むので、こんだけ喋れてますからね。取れ高を作れる素敵なお店だと思った。お店って。道路ですね、と。で、渡れるかな？いけるかな？よし、一気に来た。よし。で、このすぐ先にも、信号があって、ここもまた地味に短くてっていうことなんで、このね、噛み合わせがね、絶妙にぎくしゃくなんですよね。